はい、こんにちは、花井チャンネルです。今日ご紹介するのはですね、夏の着物をご紹介したいと思います。夏といえば皆さん浴衣をイメージすると思うんですけども、今日はですね、夏の着物、シャツ麦の着物をご紹介したいと思います。この薄紫がなんとも涼しげでいいと思うんですけども、シャリ感がありまして絹っぽくないんですけども、絹 100% です。この着物はですね、細い縞から太い縞に配列されている滝縞という柄になります。これよく見ないと分かんないんですけども、すごくおしゃれな柄でかっこいいと思います。で、帯はですね、茶の袋帯、唐織のボタン唐草の袋帯になります。これも着物と合わせて紫で統一してみました。半襟の方が、これも紫で統一して、よく見るとこれビーズがついてまして、ビーズ半襟と言われるもので、キラキラしておしゃれな感じが出ると思います。そして三分紐にこの黄色のトンボ玉でちょっとアクセントを加えてみまして、帯揚げなんですけども、これはロチリメンの帯揚げでして、生花でなくても一重の時期にも使えますので、はい、使い勝手のいい帯揚げです。で、全体で統一感を出してコーディネートしてみました。このコーディネートでちょっとおしゃれにお出かけして、ビールでも飲んでみてはいかがでしょうか。ビアガーデンも夏やると思うので、今年はいかがでしょうか。続いてですね、2パターン目なんですけども、ちょっと帯を変えてみました。先ほどの茶の袋帯よりも、よりカジュアルにポリエステルの半幅帯、内田博美さんのプロデュースの半幅帯をコーディネートしてみました。で、この辺がちょっとレースがついてまして、おしゃれな感じです。で、半幅帯なので、もう本当に気軽に締めることができますので、まあ、浴衣にも合いますし、三分紐ですね、ちょっとオレンジっぽい三分紐とトンボ玉でアクセントを加えてみました。このコーディネートで、まあ、おしゃれなカフェのテラス席なんかでちょっと一杯やってみるのもいいんではないでしょうか。以上で、今回のコーディネートをご紹介終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。引き続きチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。